ちは。今回は引退品から出てきたトレーナーズコレクションとミステリーボックスを開封していきたいと思います。今回は値がつくもののみ価格を載せます。このプロも結構取りづらいですよね。不器用なので取るとき結構怖いです。買取について動画を上げたのですが、秋葉原ってまだまだカードショップ多いですよね。建物の中を歩くたびにカードショップあって驚きました。火花未開封。火花の不屈ファイル。昨日紹介したカードショップの他におすすめのカードショップってありますか？もしよければコメントで教えてもらえたら嬉しいです。ではパックを開封していきたいと思います。そりゃそうだわな。では次、ミステリーボックスを開封していきます。開封するの初めてなので楽しみです。トリガー7パックなのね。7パックじゃ SR は厳しいかな。ルギア、デッキケース、スリーブ。確かもう一つイラストがあるんですよね。ではパパッと開けます。
しょうがない。いつか引退品で出てきたボックスやセットで高額カード当てたいです。